悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い、覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。はい、では始めていきますね。なんとかいけますね。なんとか。もう撮れ高的に面白くない。YouTube の撮れ高的に面白くない。仕方がない。確かにね、この筋肉が硬くなっているので、はい、100% 筋肉が使えてないんですよ。なので、膝に負担がかかって、膝に水が溜まったりとかしてしまってるって感じだと思います。さっきまで何とか大丈夫だったんですけど。そうは知らない私。痛い場所が何かあるんだろうね。はい、ちょっとこうしますよ。そうそうそう。ではね、膝裏、ここ、うわ、ここ痛い。ここにリンパ液というね、ものが溜まってて、はい、下水道のヘドロみたいな感じですよね。それが溜まってるので、押さえたらちょっと痛いんです。でこれがね、なくなってくれるとね、膝痛がマシになってくれるんですよ。ってことは、はい、まだ右だから、はい、反対の時はもっと痛いかもってことですか。左側の方が痛がってるから、左足をかばって右側が負担かかることも結構多いんですよ。なんかここが硬い、ほら。左はまだマシかもしれません。なるほど。これが弱いなることだ。よいしょ。では反対の足ね。あ、これ膝に効いてますね。負担かかりまくり。ここいい感じ。
膝痛いはずです。痛い。はい、足こしますね。よし。ね、受けてるだけでなんか汗出てきたでしょ。軽いでしょ、うん、そう、そうなんですよ。悶絶整体ってね、これ一回受けて、うん、あ、めちゃめちゃ楽になって、よ、わすごい先生って言ってもうずっと来る方が、うん、痛すぎてもう二度と来ない人か、二つに分かれるんですね、うんうん、絶対そうなると思う。そう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 。だからね、あの、二度と来ない人もまあまあいます。でもさっきもね、うん、岡山、うん、三重、大阪とか、うん、気になったらもうずっと来る人ばっかりいる。あ、二つに一つ、それが悶絶整体です。痛い。あ、ここ膝に水溜まるやつね、これ。ちょっと溜まってるって言われました。あ、まあちょっとだったら大丈夫です。それよりもここが硬い。ヘドロが溜まりすぎです。痛い。痛い。悪いこれ。